こんにちは、ビです。たった今ですね、日本語検定さんから取扱い注意の何かが送られてきました。早速開けてみたいと思います。これ結構大きいんですよね。そんなに大きいも入ってるのかな。開けてみます。あ、YouTuber っぽいやつやろうかな。なんか開封動画といえば、よくありますよね、なんか。YouTuber っぽい編集します。来ました。開くよ。はい。名前が見えた。まず症状いただきました。時事通信社証のやつですね。待って、近くにある文庫本で。はい。時事通信社証。優秀賞もいただきました。はい。まず症状ですね。ほんで、はい。はい、そしてもう一個。重っ。なんか、来ました。なんでしょうか。ちょっと待って。慎重に。重い。開けまーす。これ、なんか、名前見えちゃうかな。おー、すごい。うわ、立派だわ。こういうものが入ってました。ちょっと取り出してみたいと思います。これはですね、日本語検定委員会賞を取るともらえる、いただけるやつです。盾ですね、これは。素手で触っていいのかな？なんかダメな気がしてくるわ。はい。うわー、これ隠すの難しい。すごい。編集が後でめんどくさくなるんで、ポストイットが欲しいな。じゃん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 。はい。どうよ。はい。まあ、こんな感じで文字が彫られてます。貴殿は日本語検定において1級を2度にわたり認定されました。その卓越した日本語力は、大いなる賞賛に値するものです。ありがとうございます。その栄誉をたたえここに表彰いたします。ということで、いただきました。イェイ。はい。というわけで、盾と賞状をいただきました。ありがとうございました。で、僕が今回いただいた賞は、時事通信社賞優秀賞と、日本語検定委員会賞の2つです。まず、時事通信社賞は何なのかというと、合格者の中で、年少者と年長者に与えられる賞です。時事通信社賞最優秀賞っていうのが、合格者の中で一番年の若い人、一番の年長者に与えられる賞で、優秀賞っていうのは、まあ、それに次ぐ、4人くらいって言われてます。はい。なので、僕は今回優秀賞だったので、若い順に数えて、まあ、5番目くらいには入ってたのかなっていう感じですね。そしてもう一つ、日本語検定委員会賞っていうのは、1級を複数回合格した人に与えられる賞です。まあ、僕は今回2回目の合格だったんで、まあ、盾がもらえたよっていうことですね。これちょっとよくわかってないんですけど、受賞の条件が複数回合格なんで、3回目、4回目って言うからと、これ毎回盾とかもらえるんですかね。ちょっとわかんないんで、知ってる人いたら教えてください。はい。という感じで、日本語検定って、賞がたくさんあるんですね。今回僕がいただいた賞の他にも、読売新聞社賞とか、文部科学大臣賞とか、そんな感じで、まあ、賞がたくさんあるのも日本語検定の特徴かなと思います。ちなみに、日本語検定1級についての、まあ、勉強法とか、合格法みたいな動画を今後作ろうかなと思ってるんで、しばらくお待ちください。そして最後に、まあ、ちょっと時間経っちゃったんですけど、前回の試験 R3-1、2021年度の、6月の試験ですね。この回の採点会の様子をですね、動画に収めてたので、それをちょっと最後に見ていただこうかなと思います。日本語検定1級はどういう問題が出るのかとか、まあ、前回の試験で難しかったところについて喋ってるので、まあ、ちょっと注目して参考にしてもらえればなと思います。僕含めた漢検勢4人で、喋ってるんですけど、全員漢検1級複数回合格してて、さらに僕以外の3人は、漢検のトップの賞である協会賞、を受賞されてる方々なので、本当に漢検勢の中のトップクラスの人たちが日本語検定を受けてみたよっていう感じになってます。はい、というわけでご覧ください、どうぞ。お疲れ様です。どうもどうも。
お疲れでした。こっちで。多分。帰ってると思うんですけど。最初の4時間分かんなかった。え？最初っすか。最初？容量を得ないみたいな。不得容量。容量得ない。300大元とかね。あ、大元っすかあれ。うわ。知らなかった。一元にしちゃった。うわ。到来物分かった？到来物。こうですか。いや、分かんなかった。6割くらいの確信でした。みこしを何ですか。みこしを据えて。僕据えます。上げるでしょ。上げるじゃあ、あれは引っかかる。あそこ難しかった。あれは担ぐにする人多いんじゃない。いや、担ぐなわけないな。そう、担ぐ違うと思ったんです。これは分かんない。リでしょ。リという字でしょ。あ、そういう、あ、そういうことか。漢字がこっちなのか。なるほど。聞いたふっていうのはこれ、ああ、そういうことか。一瞬迷ったけれども、これはみんな分からない。聞いたようにしちゃいました。うん、私も。ですか。追い鉢めっちゃ迷いました。私はやるせない気持ちで言える。はい、やるせない8番。健康的な砦の、なんすかこれ。汚い。少年は自分の口さかないよ。あ、やばい。半分間違えた。半分間違えました。ここ。そう、こういうのがあるから。すごい迷いました。いや、引っ越しがあっていいんだろうな、念のため。やばい。引っ越しを増えるっていう言葉もあるんだけれども。引っ越しを上げるでしょ。引っ越しを上げるは座り込んでた腰を上げるですね。え、立ち上がる。またことに取り掛かる。仕事を始める。あ、間違って増えてた。これ増えてでいいんじゃん。どっかと座り込んで動かないっていうのがみこしを据える。なるほど。なんか読まなかった。みこしを据えてを聞いたことあったんで。3ですか。5B、はい、5B ね、うん、え、本当ですか。剣山でいいんだよね。僕水産にしちゃったんですけど。私これもう剣山しか残ってないやつ。剣山しかないじゃん。え、なんか予定なく行くこと水産って言いません。あ、そうですね。招かれもしないのに自分から押しかけてると。あ、これ水産だ。水産かな。水産だ。やった、これ最後。水産はね、結構見直しで迷ったんですよ。鑑定級で要注意だったんだよね。水産だ。水産だこれ。いや、参った。やりましたね。いや、これは関係税は問題ないでしょ。間違いはないと思う。下田やこぶ沈みわいって。あ、沈みですね。あれ、待って、沈みですか。湯波って最初私書いて、あ、ちゃうやん。湯波は違うよ。沈み。いや、沈みます。そっか、漢字間違えた。はい。三脚台面一番。大きいですか、これ。いや、代表も大事。ああ、なるほど。代表も大事。弁護士を罵し。関係時点載ってるよ、三脚台面。え、マジですか。弁護士のはいい加減なあるじゃん。で、1ですか。難しいよね。前回よりは難かったと思うんですよ。前回簡単だった。認定率 22% かなんか。そうですね。今回多分下がりますよね。まあでも 10% じゃないですか。はい、という感じでした。ちなみに全員合格してて、みんななんやかんや、なんか賞もらってたような気がします。最後まで見ていただきありがとうございました。気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では。ずっとここに盾置いてありました。気づきました。